日本プロレス創立15周年国技館決戦ファイナルマッチは長州対テリーファンクの GWF ヘビー級選手権です。予定では長州対世界チャンピオンリックフレアとのダブル選手権でありましたが、リックフレア大けがのため来日中止。 NWAPWF 本部は急遽テリーファンクの挑戦を決定いたしました。この男です。やっぱり平手打ちっていうのはね、やっぱり随分侮辱されたことになりますからね。なるほどね、そうでしょうね。さあそろそろ荒馬セリーの本領発揮か。暴れてきたぞ。こうこなってはいけないんだ。あ、抑えにかかります。タイトルマッチですからね、うん、相取り。あ、やはり冷静沈着、ゆっくりゆっくり抑えて抑えて、気持ちやりますね。そうですね、大きくパンチを振ります。さあまたいった、平選手4連発だ。さあセリーがニュートラルコーナーの逃げていきます。怒ったぞ長州力、ものすごい勢いで今。馬場さん、レスラーの心理としてテリーの頭の中今何でしょうか。いや、案外ね、カーッとしますからね、頭の中何もないかもですよ。あ、そうですか。いいただろう、また殴りかかる。入った、入れテリー、入ったぞ。妙だったが入った、また耐える、耐える。根性のプロレスが出てきたぞ。さあテキサスブロンコだ。さあカウンターを取るか。ガリアッター、クルマース正面に立った。危ないぞ。さあロープの両下入った。感動両者のリキラリアット、そしてサソリバンジック、テリーバンジック。さあサソリが食べて防衛か。さあテキサスの荒馬兄弟、なんとか復活を期待したい。ドリーが助けている、ドリーが助けている。兄弟の心の絆、これはもうあの広大なテキサス平原で育てられた。ドリーが倒されました。そうですね、さあそしてサソリ固め完全に入っているが、またドリーが来た。またドリーが背びらのまま、もう天柄のハットが飛び散っています。ドリーが入った。まあドリーが入りました。さあ2人での攻撃、2人で打ち抜いた。この間にドリーが強制されています。長州力サソリ固めで18分51秒当然、まあギブアップするんだけれども、カウント3、ギブアップを言ったんですかね、あのね、今聞こえないんですが、場内のコールは14分51秒サソリ固め成功と言ってますね。なるほどね、長州力サソリ固めで18分51秒当然、まあギブアップするんだけれども、カウント3、ギブアップと言ったんですかね、あのね、今聞こえないんですが、場内のコールは14分51秒サソリ固め成功と言ってますね。なるほどね、